ごい。皆さんごきげんよう。ポイコチャンネルです。本日はね、ちょっと新しくオープンした気になるお店に行きたいなと思っておりますよ。はい、はい、本日お邪魔するのは、はい、倉敷市笹沖にございます、うん、デーレー暇な焼肉屋さんでございます。デーレー暇な焼肉屋。そう、ちょっとね、ネーミングセンスがこれいいのか悪いのかちょっとよくわかんない状態だけれども気になる、うん、ね、うん、さあ一体ね、本当に暇なのかとそうだね。そしてね、お味の方はどうなのかというところをですね、はい、しっかりご紹介できたらと思います。はい、それでは早速行ってみよう。はい、それではね、めちゃくちゃ近くまで来たんですけれども、はい、場所的にはちょっと見えるかな、ザグザグの笹沖店のちょうど対面にございます。デーレー暇な焼肉屋ということでね、うん、はい、やはりこの名前がね本当にインパクトがあってそうね、めちゃくちゃいいと思うけどな、うん、じゃあ早速行ってみましょうよ。はーい、おデーレー暇な焼肉屋ということで。でもなんかね、結構ね、にぎわってない。そうそうそう、そして駐車場もねいっぱいだったからね、うん、楽しみです。じゃあ入ってみましょう、はい、失礼します。はい、席の方にやってまいりました。とここでですね、ご紹介させていただきます。はい、こちらデーレー暇な焼肉屋さんのマネージャー村上さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いえ、とんでもないです。こちらこそ光栄で、はい、本当に選んでいただいて。いやいや、もう4月の28日オープンしたてということですよね。はい、そうですそうです。はい、オープンしてどうですか、お客さんは。本当に ありがたいことに大盛況いただいてて。全然暇じゃないじゃない。話が違いますよ。言おうと思ってたでしょ、最初から。そうですそうです。いや、本当でもおかげさまで、はい、本当にこういう立地なんですけれども、もうすでにリピートの方とか。ああ、いいことですよ、はい、今日もね、団体さんが、しかも本当にありがたいですね、若い女性たちがね、わんちゃか騒がれてますけど、もりもり食べていただいて。はい、そうなんです。確かにね、ちょっとね、まあ、皆さん気になると思うんだけれども、うん、なぜデーレー暇な焼肉屋さんという名前を付けられたんですか。ありがとうございます。これはもうオーナーのこだわりで、オーナーが実は建築関係の仕事をしているものでして、うん、でそのオーナーがやっぱその建築現場の人たちにもう居心地のいい空間をというところをコンセプトにさせていただいてるんですよ。なるほどなるほど、はい、それをまあ暇という表現と、あと手間暇の暇もかけてるっていうところで、まあ、ダブルミーニングじゃないですけど、まあ、そのような形でやらせてもらってるっていう。素晴らしい、オーナーさんセンスありますねでも一回聞いたら覚えるよね、確かに。でなおかつやっぱデーレーっていう言葉で、私実は関西の人間なんですけど、やっぱデーレーっていうと、まあ、岡山の言葉っていうところもあって、はい、はい、まあ、一発で岡山って分かるといいなっていう思いもあって、はい、まあ、デーレー暇ながついて、まあ、じゃあもう焼肉屋で行こうかっていうところで。なるほど、はい、素晴らしい。ぜひですね、名前だけはこのタイミングで皆さん覚えておいてください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速気になるメニューの方ですね、見ていきたいんですけれども、この中でこれだけは絶対食べてよっていう、ありがとうございます、マネージャーおすすめの品とかありますか。もう絶対ホルモンです。あ、ホルモン。うちに関してもホルモンが口コミとか見ていただいても分かるんですけど、はい、もうすごい推しにするつもりはなかったんですけど、はいはいはい、結果的にもうリピートが多くて、ホルモンの売り上げがもう結構多いので、はい、はい、まずは食べていただければ。わかりました、はい、まあ、他にもね、牛タンとかも厚切り上塩タンとか、はい、ね、定番のものからちょっと気になるメニューなんかも結構あったりとかするんですけど、じゃあね、今日はまあいろんなものを注文していきたいと思いますんで、はい、はい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おう、見てください、こちら厚切りタンですよ。本当に厚い、やばいなこれ。すごいね。上カルビです。めっちゃ美味しそう。色が違うね。ね、うん、そして地
慢のホルモン。ホルモンですよ。こちらもね、艶やかで美しいですね。ねえ、ほんとツヤツヤ。すごっ。ちょっとこれ見て。これすごくない？いや、もう。やばいよ、これもう。4、5枚分あるんじゃねえかっていうね。ねえ。厚みをねねつけて、はい、つけちゃっていただきます。はい、どうぞお願いします。タンの油が口の中で広がる、はい、うん、これ、なるほど、うん、タンってなかなか油分ってないじゃん。確かに。でも新鮮だからまだ残ってるわけよ、うん、ああ、そういうことね。うん、で全く臭みないよ。でしょ？ない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 。ね、お待たせしました。いやいやいや、何もこちらが波の特盛りで、こちらが、僕の波盛りです。日本昔話みたいになってるじゃないですか。すごい。漫画盛りって言っていただいたらこの盛り付けにしますので。なるほど。漫画盛りな。言っていただいて。間違いないね。間違いないね。さあ、じゃあ上カルビもいっちゃいましょうよ。行こうよ、行こうよ、ね、うわ、これ見て、これね、霜降りだよ、おー、いい味かな。いただきます。はい、どうぞ。お上品な油です。あ、そう、うん、もう溶けちゃいます。あ、そう、これはね、うん、ご飯にも合いますね。で、ビールにも合います。そりゃそうだ、うんうんうん、はい、これでワンセットです。はい、これ皆さんね、5セットぐらい必ずしましょう。お願いします。そうだね、はい、はい、じゃあね、うん、いよいよ都本命のホルモンいっちゃいましょう。すごいね、これホルモンは皮の方を焼くんだよね。そういうことですね。結構こんだけゴンザレやってくると肉だとか、また木ぶれてちゃう、うん、ここで遠藤とか。じゃあね、今から村上さんと一緒におすすめホルモンいただきたいと思います。いただきます。いただきます。みんな噛み切れないとか言うじゃん、うん、全然もう勝手に入ってくから喉に。そうトゥルトゥルっていっちゃうから。あ、そうなん、飲み物です。足りないね、こんなもんじゃ。あ、そう、もうバンバン飲んで、ね、どんどん焼きましょう。はい、お願いします。大満足でございます。はい、今日はね、マネージャーの方も一緒にお食事を取っていただいて、いや、今度村上マネージャーあれしてくださいよ、はい、ちょっとヒロと大食い対決してください。やりましょう。ぜひ負けません、はい、もうね、負けませんから。この体格差はあるかもしれないけれども絶対負けません、はい、絶対勝負しましょう、はい、ねー。でね、もう肝心のお食事の方はね、はい、うん、まあ、本当にお肉の美味しさが伝わる最高の焼肉でございましたな。奈緒、うん、さんどうでした？めっちゃ美味しい。今も食べてる。本当だよ、もう。もうね、今彼女完全に酔っ払って耳は食いながら撮ってますからね。ぜひですね、皆さんもデーレー暇な焼肉屋、全然暇じゃないけどね、一度お越しいただいてですね、はい、焼肉堪能してみてはいかがでしょうか。はい、私たちのごいこチャンネルは岡山のグルメ情報、スポット情報を週に2回配信しております。チャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録よろしくお願いします。本日は以上、のこいこチャンネルのヒロでした。ナオでした。そしてリョウでした。はい、どうも。
バイバーイ。